こうやって僕が小説を書いて、まさか関根さんとが商工中金の社長でね、うん、こんな対談するなんてのは、そうですね、なんか人生の不思議っていうか、いや私も本当にびっくりですよ、ね、っていうか、まあ、そもそもね、こう商工中金に来ることになったこと自体がね、自分でも、もう想定外も想定外、ね、初めて話があった時にどう思った、はい、いや私ですかっていう感じでしたね、正直ね、商工中金の不正事案については新聞報道では知ってましたけども、それはもうそういうことでしか見てませんでしたから、まさかその話がですね私に来るっていうのはもう想像だにもしていなかったんで、最初は本当に驚きですよね、じゃあどうしてやろうとこう、それで本当にこうやろうと思ったのは、商工中金から出てる調査報告書がありましたし、それからその前に第三者委員会の報告書がありましたから、これを読んでですね、もともと銀行にいましたから、なんでこんなことになったかなっていうのは自分なりにこう理解できて、でそれから職員のメンタリティとかですね、そういったことも理解できたんで、これであれば、自分の経験が活かせられるんじゃないか、でお役に立てるかもしれないということは思いました、もうねニュースを聞いてね、ようやったと、家中の栗というかね、そういう意味ではよくね決断したなと思って、すごい偉いと思った。でも家族とかねそういうのはどうやん、家族には話して、それで家内がですね、家内、家族って言っても家内だけですけども、家内からそれはあなたが家内以外に相談したら大変だよ、やりたいのと、やりたいのって言われたんで、それやりたいと、言いました。そしたらだったらいいじゃないと、応援するわよと言われて、家内もびっくりしてましたけどね、プリンスホテルにずっといて、まさか他に行くとは家内も全く思ってなかったですし、プリンスホテルの仕事もかなり充実してましたから、でかつ家族でも利用したりなんかしてたんで、家内としてもプリンスホテルにとって対しては非常に馴染みもあったし、愛着もあったんで、そこから離れるということについては家内も大変驚いてましたけれども、ただ私の説明を聞いて、でやりたいのって言うから、それやりたくなかったらねやらないわけでやりたいと言いました。そしたら、だったらいいんじゃないということでした。あれこう新聞の、報道では、いやもう本当に関根さんがねもう再建のね、専門家みたいにね、すごいこう、ある意味じゃ書かれようで、ちょっとこう、それはその通りなんだろうと思いつつも、ここまで書かれると大変だなと、思ったんだけど、プリンスホテルというか、西部に、行くときも、後藤さんに引っ張られて行ったわけだけど、あれも大変だってね、考えた、障子の後だし、それから、どっちかというと、かなりの不良債権もあったし、リストラも随分進めなくちゃいけなかったし、ホテルのね、プリンスホテルが地元からなくなるということは地元にとっちゃ大変なことだったでしょ、そういったことも含めてやったわけでね、そう思ったら、その時の気持ちと比べてどうですか、今回は。今回引き受けるにあたって、その経験が活かせられるんじゃないかっていうのはまず思いましたね。やっぱり、プリンスホテルもそうでしたけれども、商工中金も、報告書を読む限りはやっぱり職員は本当に真面目で一生懸命やっていたと。ただ、いろんなその、時代の流れだったり経営の在り方だったり、そういう中でね、ああいうことが起きてしまう。西武グループも全く同じだったと思うんですよね。カリスマオーナー経営者がいて、その経営の中で、ああいう、状態に陥ってしまったということですから、やっぱり現場で働いている人たちの力は相当あると、で西武グループもそれがあったんで再生できたと思ってましたから、商工中金もそこに現場に力があれば間違いなく再生できると
という方向性さえきちんと示してあげて体制をきちんと作ってあげられれば、職員の人たちがしっかり頑張れば十分再生できるというふうには思いました、だから最近ね、例えば、この間の会話じゃないけど KYB にしても、その前の、神戸製鋼にしても日産にしてもちょっと前になったら高田にしてもね、そういう意味ではその日本の、これはものづくりだけども、いろんなところの現場で不祥事が相次いでね、それも割合長く続いてる、そういう意味では商工通勤も似てるわけですけど、もうなんかそのああいうのをこう見るとですね、今おっしゃったようにその従業員は現場はしっかりしてると、で現場はしっかりしてるけど、その現場の持っていく現場の力を持っていく方向がね、こう間違ってるんだと思うんでね、そういう意味ではこう商工中金がこう不祥事を起こした、その業績至上主義に陥ったのか、その辺ちょっとあれですけど、その辺こうやっぱり経営としてのやっぱり買い取りがおかしかったっていうことな、それは間違いないと思いますね、やっぱり業績に対するプレッシャーが相当強かったですから、で、一方で結構、銀行員真面目にそれを受けますから、あともっと言えばやっぱりその業績上げることが人事評価にもつながるという思いがあるんで、そうするとやっぱり何とかして、成果を上げようというところで、無理が生じる、それからあとやっぱり風通しの悪さというかですね、そういうこと状況が起きているということがその経営まで上がっていかない、これ今言われたような不祥事もみんなそうですよね、現場で起きていて、結果的に経営陣も知らずにいたということで、これはもう組織的な欠陥に他ならなくて、そういう点でいうと本当に風通しのいい組織にしていればもっと早く情報が上がったかもしれないし、それに対して対応もできたと思いますから、やっぱりこの2つですよね、やっぱり業績プレッシャーと風通しの悪さ、その業績のね、緊急融資だけども、リーマンショックってなったよね、でその時にやはり他の、日本はその最初に与謝野さんかなんかが蜂に刺された程度だってこう言ったけど、実は、世界のその中で先進国の中で最も影響を受けたのは日本だった、結果としたらね、であの頃やっぱり銀行もやっぱ大手のそういう企業に対してですね、貸ししぶりとかね、リーマンショックの時の貸ししぶりとかしたおかげで、結局商工中期さんにかなりの緊急融資の申し込みが殺到したことは事実なの？いや、それは事実で、これはもうデータ的にも出てるんですけれども、リーマンの時と、それからあと東日本大震災の時、各金融機関の融資残高っていうのは大きく減少してるんですが、この2つはですね、商工中金の山は別なんですよ、この2つの時に融資残高が増えてるっていう、まさに他の金融機関と逆行した動きになっていて、そういう点でいうと本当に危機時にはお役に立った、で未だにその感謝の声っていうのはすごくあって、それがお客さんからの信頼につながっていると思うんですけれども、そこの時点では間違いはなかったと思いますね、ということはその銀行っていうのは、僕らの銀行に勤めてて言うのもおかしいけど、雨の日には傘を差し上げてね、晴れた日には、傘を差し出すみたいなこと言われるじゃない、ということはリーマンショックだ 3.11 の大震災の時だという時には、他の銀行、いわゆる民間銀行というのは、ある意味はその中小企業さんの、そういう資金不足とか、いろんなものに全くこう、対応できなかったと、それなぜ商工中金に殺到して、商工中金は確かにそういう制度融資があったけど、そういう商工中金のやっぱりそういうメンタリティがあるわけ。そうですね、これ別に制度融資だけじゃなくてプロパー融資でも対応してるんですけども、かなり大企業もあったというじゃない、大企業もありました ね、ですから危機対応融資だけじゃないんですよ、プロパー融資も相当出してるんで、トータルでそういう記事に貢献したということだと思うんですけど、そもそもがやっぱり生い立ちも含めて、中小企業の金融の円滑化っていうところの趣旨で作られている金融機関ですから、でかつ
まあ、政府系、まあ、半分なんですけどね、資本的には半分なんですけども、まあ、政府系ということもあり、ここはあの商工中金の職員の矜持としてですね、しっかりそういったことに対応するというのが、もうこれ DNA としてあの染み付いてますから、それがきちんと発揮されたということだと思ってますけどね、はい。まあ、そのね、商工中金というのは、確かに一般の我々の給料振り込みとかの、ああいう口座があるわけじゃない、はい、あんまりね、はいはいはい、あるけども広がってるわけじゃないから、はい、馴染みないけど、まあ、実際に一番じゃあそういう大変な時には中小企業にとって、あるいは、まあ、ある程度企業にとっても、一番役に立った銀行だってことですね。はいはい、まあ、そこはもう間違いないと思いますね。ですから、あの、私も仙台とかですね、熊本とかに行きましたけど、やっぱりあの時商工中金に助けてもらったから今があるというお客さんはたくさんいてですね、一時はもう本当に大変な思いで廃業も考えたけども、商工中金が来て、支援するから頑張ってくださいって言われて、まあ、そこに、ね、後押しされて、復興した、復旧した、という会社もたくさんあってですね、そこは本当に感謝されてますよね。というと、まあ、その不祥事がね、まあ、あれがまあ、いわゆる平時になってからまあ続いたっていうのは、正直言って我々あの銀行っていうのはストックの商売みたいなところがあるじゃない、だからどうしてもそうやってまあ危機対応で、まあ、みんなの応援したと、まあ、そしたらその今度はお客様の事情じゃなくて銀行の事情でなんとか残高をこう維持していないといけないみたいな、そういうプレッシャーがあったのかな、やっぱりボリューム拡大っていうのが、まあ、で特に株式会社化、ね、してましたから、そういう点でいうとしっかり業績上げていかなきゃいけないという中で、まあ、そちらにこう走ってしまったというところはあるんだと思いますけどね。なんかね、本当に僕はリーマンショックとかああいうので、今のいろんな企業の不祥事なんかをこう見て、まあ、実際に小説も書くので、取材していると、やはりこう業績をずっと上げ続けなくちゃいけない、そのプレッシャーに経営者がなんかね、なんかこう迷路にというか、まあ、ちょっとそういうところに落ちっちゃってる感じがするね。そうですね、はい。それでこう、今度杉野さんはなんか聞くと、なんだっけ、その目標、そうですね、支店ごとの、支店ごとの目標を割り振る、計画を割り振るのをやめたのと、それからあと支店にあの営業の担当者いますけども、その人たちに個人のノルマを課すのをもう厳禁と言って、まあ、今回経営計画出したときにあの、まあ、宣言したんですけどもね。そうすると我々の昔の若い頃みたいに、はい、昼間から喫茶店にてサボればっかりが出てこない、大丈夫？ですね、まあ、会社ですから、やっぱり成果を上げるということについて言えば、まあ、そこは変わらないわけ で、でただその一人ずつに数字の割り当てをしてですね、いくらやれと、でその過程は問わないみたいな、それはやめると、そうじゃなくて、まあ、むしろまあ、プロセスとか、まあ、どういう取り組みしたかとか、で結果はその結果としてついてくるわけですから、まあ、もちろん結果も大事ですけれども、どういう行動をしたかということも評価するということなんで、決してそのなんかサボっていて、まあ、そういう話ではないんですけれども、まあ、みんなが一生懸命やれるような環境を作っていければいいなと。まあ、確かにそうね、本当にあの商売というかビジネスとかいうのは、まあ、今はなんかもうやたらとその四半期ごとで、まあ、結果を求めるけど、だ結果からこう、経営を考えるみたいなことばっかりやってるけど、実際は、まあ、努力したその後に結果がついてくるわけだもん ね、 ね、利益はまあ後からついてくるみたいな考え方あるよね。あとは、銀行の都合でお客さんにセールスするんじゃなくて、やっぱりお客様のニーズに基づいて、営業するという、やっぱりお客様来てんじゃないと、まあ、プロダクトアウトじゃなくて、まああのまあ、マーケットインというかね、カスタマーインというか、に変えていかないと、やっぱり押し売り的な営業になってしまいますし、それからあとやっぱりお客様のことをきちんと知った上で、で、お客様のニーズを踏まえて、あとあのお客様のことを知ればですね、お客様自身が気づいてない課題とかニーズも
こちら側で分かってくるであればそれを逆にアドバイスしてあげて、うん、でお客様のお役に立つということができると思いますから、あのそういう営業をすべきだと思っていて、うん、こういう商品があるからこれいいからぜひ買ってくださいとかね、うんうん、使ってくださいみたいな、うん、そういう営業はやめようと、うん、いうことですね。ね、普通今なんか、はい、モラル下がっちゃってる保険の押し売りとかね、はい、信託の押し売りじゃなくて ね、はい、なんか今の話聞いてると、はい、ホテルマンやってた影響、あのなんかいいあのあれが出てる経験が出てるね。あ、そうです ね、 今の話ね、やっぱりあのお客様に喜んでいただいて、うん、お客様の喜びが、まあ、自分たちの喜びみたいなね、うん、まあ、あと、まあ、おもてなしって、うん、まあ、そういうことですよね。ホテルの人って徹底した黒子だもんね。そうですね、はいはいはい、ねやっぱりホテルにいて、うん、ホテルの人たちって本当に純粋にお客様にどう喜んでもらうか、うん、あんまりまあこんなこと言うとあれですけど、あんまりそこで収益とか考えてないんですよね、ホテルの現場の人たちって、うん、お客様に喜んでいただければいい、いいという、ね、うん、まあ、結果として収益がついてくる、まあ、もちろん経営としてはね、うん、あの数字を見てましたけども、現場の人たちっていうのは、まあ、それよりもむしろ喜んでもらうことの方が、うん、あの大事で嬉しくて、うん、で その結果として、お客様が使ってくれれば、まあ、収益も上がると、うん、いうことでしたから、なんかこう関根さんの話聞いてると、まあね、新聞とかではその銀行マンでやり手でみたいな形のことがね、うん、まあ、書かれることも多いけど、あのプリンスホテルというか、まあ、西武グループの人たちも、で関根さんがこうホテルマンの経験をちゃんと生かしてくださるということはすごい期待してるんだ、この商工中銀でね。あ、そうですね、うん、まあでもそれが生かせてこそ、まあ私がやる意味もあるかなと、ね、もう10年いたもんね、結局ね。そうですね、13年いた。あとまあそのこの間その、はい、まあ、今少しそういう話入ったけども、あの業務改善計画っていうの、中期経営計画、ね、中期経営計画を、はいはいはい、出しましたよね、はい、それで店舗の廃止だとか、はい、行員の少しリストラだとか、はい、まあ、行員のリストラというと、あのメガバンクを含めてね、まあ、本当満単位の何万人というなんかリストラをやるもんだから、はいはい、今まあ転職市場にはね、はい、まあ、銀行の人の転職が一番多いのと、採用なんかでも地方銀行なんか特にそうだけど、あの銀行に希望する人が少なくなったと、はい、そうですね、その今回のね計画発表されて、商工地域も同じようになんか店舗の配合とリストラの話が出たんだけど、そうですね、なんか同じようなことだけがニュースに取り上げられてね、ちょっとそれはがっくりしたんだけど、その辺の公営さんの反応とか含めてどう？ね、まずあの中期経営計画のそこの合理化の話って本当に一部分だけなんですよね、あの計画全体見ていただいたらページ数も含めて、うん、本当に最後のところで一部でしか書いてないんだけど、やっぱりどうしてもマスコミはそういう方が面白いんで、うん、話題性もあるんでそこだけ取り上げられるんですけども、あの決して計画はそんなことじゃなくて、もっと前向きでいかに中小企業のお客様に役立つかっていうことが大半書かれていて、うん、でトータルでは自然圏で人員は減るんですけれども、ただむしろその中小企業のお客様に対する営業とかサービスソリューションのところは増員なんですよね。それからあの投資もそこは増やす計画になってるんですよ。ただそういったところはあまりマスコミで取り上げてくれないんで、あの書かれてないんですけど、実態はそういうことで、あの今まで以上にお客様のお役に立ちたいと。ただ一方で今あの、まあ、IT 技術なんかの進歩もありますし、うん、それからあの、まあ、今店頭に来るお客様も減ってますから、ね、ネットでいろんなものが、ね、済ませるようになってますし、からあと今支店でやってる業務なんかを本部なんかに集中すると、うん、業務量の削減ってものすごいできるんですね。それからと、うん、今 RPA とか言ってあのロボット化ですね、ロボットによる自動業務の自動化、でこういったこともやっていくとですね、実際その業務量って本当に減るんですよね。でその減った分の、まあ、人員は減りますということであって、今回の計画もあの業務量的にはですね、今従業員4000名なんですけど560名分の業務量を減らしますと。で一方で自然減で400名、で160名はむしろそのお客様のサービスの強化、営業というよりもまあソリューション、あの課題解決ですね、のところにしっかりとあのエネルギーを
注ぎますと、うん、いうことなんで、サービスは向上させるということですから、まさに中小企業向けの、まあ、融資も含めたですね、うん、課題解決に取り組みたいという人にとっては まさに本来やりたかったことがよりやれるようになる、うん、なんていうかペーパーワークっていうか机上の事務作業が減る分、うん、本来やるべきことに時間が当てられるということになってますんで、うん、まあ、前向きに受け止めてもらってると思います。ただ中にはね、人によっては今まで自分がやってた仕事がその本部集中だとか、うん、デジタル化によって、なくなってしまうという、うん、まあ、職員も出ますから、ただそういう人たちにもですね、まあ、新しいその挑戦の機会だと、うん、チャンスだと、それからと自分が成長する糧にしてほしいというメッセージを送っています、うん、決してなんか首切りで辞めさせるということは、うん、考えてませんし、うん、そんなことする必要もないと思ってるんで、うん、まあ、前向きに捉えてもらえればいいなと、まあ、特にあれだよね、はい、その後継者問題って大きいよね。そうですね、今ね、はい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 、事業承継って言ったけどね、事業承継、ええ、これは数で言うとですね、まあ、これ中期庁で、試算してますけども、うん、まあ、この10年間、これからの10年でですね、社長が70歳以上になる企業がざっと240万社ある、うん、あと、まあ、中小企業って380万社ぐらいなんですけど、うん、で240万社でそのうちの半分120万社ぐらいがですね、後継者が今決まっていない、まあ、いろんな組合が持ってますから株をね、うん、はい、だからその人たちの金融機関でもあるわけですから、まあ、あんまり今の関根さんの立場から言えるかどうか分かりませんけど、こう例えば銀行の、ね、社長になってみて、ね、まあ、当事者になってしまったけれども、はい、こう今の金融界とかに、ね、まあ、ちょっとざっくりしすぎる話だけど見てて、どんな感じ受けます、はい、久しぶりに入ってみて。そうですね、うん、やっぱりまあまあ、金融機関ですからね、不良債権を作らなきゃいけないというのは、これはまあ、資金調達が預金で 100% お返ししなきゃいけないものですから、不良債権作っちゃいけないということで言えば、まあ、それはもう当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うん、まあ、有料なところほどこう、まあ、みんな行きたがって、うん、まあ、そうですね、でそこはもう本当に資金余剰 で、うんうん、で本当に困ってるところはなかなか、うん、手が差し伸べられてないっていう状況はあるんだと思いますね、うん、まあ、だからといってうちも何でもかんでも全部できるっていうことはありませんし、うん、まあ、うちも預金とあと債権ですから、うん、基本的には 100% お返ししなきゃいけない資金でやってるわけですから、ただまあ、やはり成り立ちからしても使命からしても、うん、やはりそういう、まあ、リスクを、うん、まあ、多少なりとも、まあ、取っていくっていうことは、まあ、あるし、まあ、今までもそうしてきたし、うん、ですから、まあ、ここはやっぱり初歩中期の、まあ、レゾンデートルとして、うん、この姿勢をなくすことはできないなというふうに思ってますけど、ね、うん、僕はそのね、例えばアメリカがね、まあ、すごいと思うのは、うん、まあ、ほとんどが1990年以降、ね、日本がまあバブル崩壊を苦しんで、あるいはリーマンショック後ぐらいができた会社がね、ほとんど今のアメリカの、まあ、人は1番、2番、3番とか上位10決占めてるのはほとんどこの2000年以降ぐらいにできた会社ばっかりじゃない、まあ、それはでも銀行が応援したとは言わないけど、まあ、そういうスタートアップするような会社に対しての、まあ、例えばそのいろんな支援がね、向こうではかなりまあいろんなものが整ってる、まあ、日本も銀行じゃなくて、まあ、いわゆるファンディングクラウドとかああいうファンディングでいろんな形にできて始めてね、まあ、その辺に対するなんか証拠中金のアプローチってのはどうですか、うんうん、そうですね、ですね、その新興企業、スタートアップ企業を今まで金融機関がなかなかできなかったっていうのは、うん、まあ、もちろんその預金を原資でやってるっていうところもあるんですけども、うん、やっぱり審査の基準が過去の経験、うん、とか実績とかに基づいてやってますから、うんうん、財務諸表がどうだとかね、うんうん、過去は、まあ、売上がどうだとかなど、うんうん、
でそれって馴染まないですよね。そうそう、だってまだ何も始めてないんだから、うん、いやそれで今言ってるのはそういった分野にもしっかり取り組もうと言ってて、うん、でやっぱりその会社の強みってあるじゃないですか、うん、で強み だけど一方で 弱みもありますと、うん、例えばその開発力があって製造はできるけど営業が弱いとか管理部門が弱いとか財務が弱いとか、うん、でじゃあ強いものは何でこの会社足りないものは何と、で足りないものをどうやったら補えるか、うん、そこでサポートできるかどうか、でそれをサポートしてあげて、でその会社が良くなるんであればやるっていうようなね、うん、今までだとやっぱりいいとこはいいとこで見るんだけど、うん、結局悪いとこも見ちゃうから、で悪いところがあって、うん、だからダメっていう、うん、判断になってたと思うんですけども、まあそれだったらもうほとんど手に法を挙げってやつだな、うん、ほとんど何も できないですよね、うん、だから足らざるところを何とかして補えないかと、補ってあげられれば良くなるよねっていう、うん、だからそういうことでの判断で見ていかないとやれないねという話はしてます、ね、銀行でね、例えば、まあ、ビッグデータとかね、過去もシャトルで過去のデータをやたらと集めてね、はい、過去のデータばかり分析したって未来のことは一切わからないじゃない、はいはいはい、でそれはいろんな企業の、まあ、中小企業も含めた社長さんもね、まあ、例えば相談しに行っても、はい、やたらビッグデータはデータばっかり集めないでね、みんな過去で自分が新しくやろうとしていることは一向に理解してくれないと、じゃあそこで誰が出てくるか言ったらコンサルタントとかね、この人はだけどさ、コンサルタントもその銀行員じゃない、リスクを負わないコンサルタントがさ、その会社の相談というか銀行から派遣されて、まあ、その会社の事業をじゃあ分析しましたと、ね、じゃあこの事業には将来性ありません、あれはありますと、そのコンサートさん何基づいて言ってるのか言ったらまた同じデータに基づいて言ってるわけだね、はい、やっぱそこにやっぱ銀行員がリスクを負う立場にある銀行員がですよ、やっぱりそこで何かこうちょっと踏み込んだ判断しなくちゃいけないよね。そうですね、そういうなんか行員をこうどう育てていく、これから。いやだからやっぱり、うん、まあね、一般的には目利き力とかって言ってますけどもね、うん、やっぱりできるだけ多くの経験を積む、で経営者としっかりと話す、うん、というで経営者を見る目 を、うん、まあ、養うっていうかですね、うん、まあそういうことをしっかりと地道にやっていく、うん、だからさっきお話したようにその要するに銀行の商品を一方的にね売るんじゃなくて、うん、まさにこの会社どういう会社かという、うん、まあ理解するという、そういう経験があって、でいろんな中で、そういう新興企業を見る目も養われる、うん、でそういう中で足りてるもの、足りてないもので、足りてないものをどう補うか、でそういうところまでやれるようになると、うん、まあ、世界は変わってくると思いますけどね、うん、まあ、僕もね、そんな大した偉そうに言えないけど、まあ、銀行支店長の、ね、経験として言わせてもらえば、まあ、目利き力なんてことを言うけど、うん、そんなのは何かその、うん、特段ね点数化できるもんじゃないけどね、うんうん、まあ、例えばその僕が、まあ、支店の時の応援したところでも何社か上場企業になってるとかあるんだけど、社長さんの顔を見た時に、うん、ね、それでしばらく話してて、うん、なんかこうキーみたいなのがこうあってさ、うん、この人を信用できるかどうかみたいなね、はいはいはい、俺よく聞いたよ、僕は、お前あんたは夜逃げしないかっつってね、夜逃げしませんっていうのをはっきり言ったりさしたから、よし分かった、じゃあどんな応援がいるんだとか言ってさ、そうすると本当にね、何社かね、数社上場したことがあるんだけど、まあ、だけどやっぱりさ、そのなんかね、目利き力ってもうそのね、なんか試験を受けて、まあそうですね、この合格点取ったら目利き力ってないもんね。やっぱりその経営者はね、うん、情熱を持っているかどうかとか、そうそうそう、あと誠実かどうかとか、うん、まあ基本はそういうことですよね。うん。